ということで、ハマラジ、ですね、今、キャバレーの男たち、ゴスプロ公演の、ですね、終了いたしまして、今からハマラジをスタートしたいと思います。本日のゲストは、音響の井出さんと、それから照明の島田さんです。にゃーお疲れ様でした。はい、残り一公演ですけども、はいはい、まずは乾杯しましょうか。いいですね。はい、はい、どうも、日本酒で乾杯です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。音響の井出さんです。井出さん、じゃあ自己紹介を。音響の井出です。3回言わなきゃいけないですよ。3回言って井出です。井出です。いや、もうこれ、ね、1回やったから。あとは、まあ、あのこの番組の間に2回やる。あ、なるほど。で、照明の島田さんです。照明の島田です。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうしますかね、芝居の話しますか、それとも酒の話しますか。どっちでもいいんです。どっちでもいいんだけど、俺はどっちでもいいよ。どっちでもいいんですか。今回本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あと1回ね、はい、あと1回ですね。何回公演だったんですかね。何回公演だか知ってます。知らない。島田さん知ってます。知ってますよ。何回公演。15回公演の1回追加だけが16回公演。これ全然は覚えてない。全然覚えてない。もうチラシ見てないもん。チラシ見てない。見てくださいよ。あ、ちょっと見てる。チラシだったじゃないですか。いいチラシ、いいチラシ、かっこいいチラシだよ。ね、かっこいい、かっこいい。見てみたいな。俺も見てなかった。まあ、飲んでください、飲んでください、飲んでください。飲んで早っ、もうなくなったよ。なんだっけ。もうすでにあのですね、ビール2本開けて日本酒飲んでますからね。はい、今日は、2月の5日で追加公演を日曜日の夜に19時間やりまして、で、公演が終わりまして、で、こういった、照明の島田さんと音響の井出さんに来ていただきまして、ちょっとハマラジを進めていきたいなと思うんですけども、まあ、なんか酒が飲めないとね、嫌だっていうんで、じゃあ酒飲みますよって時間の金屋さんに言って、強引にここでお酒を飲んで OK もらいましたんで、ギャンギャン飲んで、内気なものでございますね。某番組の横山エリオに今からやってるような番組みたいなね。それ返事しないやろ。柴田さん、今回の照明で何か苦労したところとかあります？苦労したところ、いや、最初このプランを立てるときは意外と思いつかずに、うん、なんだけど、そうだな、あんまりでもね、苦労してないかな。意外と割とスムーズに、なるほど、プラン自体は行って、うん、まあ、自分のイメージ通りに割とうまく、うん、やっぱりね、なんかまずね、美術が素晴らしかったんで、ね、これはすごく助けられてますね、はい、うん、だいぶあのどうにかなるんだこれなら。好きなとこどこですか。好きなとこ。好きなとこ、はい、好きな、これは俺こだわったぜ的な。これは俺こだわったぜ。俺じゃあ先に喋らせてもらっていいですか、うんうん、俺一番好きっていうか、なんかこう島田さんの愛を感じたところは、2番で僕が出てきて、2番終わりで、うん、僕残し的な感じで照明消えていくじゃないですか。僕だけじゃないですけど、そこの、うんうん、あの辺の刺すじゃないですけど、うんうん、僕は照明、まあ自分がこう旗から見てないからあれですけど、2番ってどこよ。あ、2番って僕、全員が登場して一番最後に、磯山勘次郎という男が登場してきて、鈴木によろしくお願いしますって言って、磯山勘次郎ですって言って、うんうん、照明が消えた。なんかあそこの明かりだけが残っている。あれね、でも実はね、意外と普通っちゃ普通な消し方をしてたりして。ごめん、違うところでね、磯山に対しての愛情を出したし、あれもっと実はもどこだ、違うところにいろいろある。あ、ちょっとそれ聞かせてください。そうです、相愛じゃなかった。ちょっと勘違いした。ちょっと勘違いした。他どこですか、どこですか。ちょっとそれ俺気づいてるかもしれないけど、どこだろう、どこですか。やっぱサンバ頭とか、あとは、あ、サンバ頭ね、サンバ頭、まあ、うん、サンバ頭、ちょっとあそこね、カチャカチャって無言のね、すごい間のところがあるんで、その今言ったシーンの次のシーンで僕がライターをカチャカチャやるところで、僕とふわって浮かび上がってから全体上がりがするってことですね、うん、あれ別にそうしなくてもよかったんだけど、はい、うん、
あ、確かに結構無言のあの間もちょっとどことなく気まずいあの二人の感じとかも、うん、まあちょっと遊ぼうかなっていう、うん、逆に井出さんに聞いてみたら、うん、好きな照明、照明、うん、え、好きな照明、え、どこの照明が、どこの照明が、照明なんかないって言われたらどうしよう照明なんか見ちゃいないさ、見ちゃいねえ、知らねえ照明も美術もね、あの全て愛を感じられましたね。いやいや、本気もですよ。いやいや、そう、ちょっと別にさ、いやいやいや、デッサンの叩く曲でだってイメージは膨らんでくんだから、ドア玉から僕は愛を感じてますからね。渡辺忠がこうバーンって来て、うん、あの MC というか前説をするときに煽るじゃないですか、うんうんうん、タデさんと呼吸が合ってないっすから井出さん、煽ろうとするにタデさんじゃないロッキングしてくるみたいなおいおいでもまあ、まあ、あれはあれ楽しい、あれ面白いです、すごくいいですあれはもう定番だから、はい、あれはもうやらなきゃいけないもんで、うんうん、じゃあ井出さんがお気に入りの照明はないということで全部愛があるって言われたら、あ、そっかそっか、あの1箇所とか2箇所じゃなくて、ありがとうございます、全部です、全部、あの全部ね。じゃああの井出さんの、うん、今回はほら音にものすごいこだわったというか、井出さんのこう、うん、最初の印象で、はいはい、エースの山の海にこれどうって提示したことがあったじゃないですか。もうそれで山の海がもううわーって湧き立って、うん、あれがすごい良かったなと思って、うん、その井出さんの音のこだわりって今回もうイメージっていうか、うん、っていうことを多分お客さんは分かってる人は気づいてるかもしれないですけど、うん、なんかその辺をちょっとご興味井出です、井出ですからこう言っていただいていいですか井出です今わざと言ったろ今作ってきたね寄せてきましたね今石川さんどうぞ ありがとうございます。じゃあその間井出さんに考えてそうそう、あ、これ混ざっちゃいます、あ、いいんだよ、いいよ、いいよ、大丈夫、大丈夫、もう考えてきて、井出さん食ってあげていただいて次次きますから、はい、はい、どうぞ、はい、お一つをはい、で、なんだっけ井出さんの 音のこだわりっていうか、まあだから台本をね、はい、台本をその読んだ時点で、うん、イメージはちょっとこれはあの、まあ、いわゆる、出てこないあの姫子、姫子ね、はい、姫子のイメージは、うん、もうある、まあ、歌手のね、はい、あの人と重なってしまってね、はい、で本当にあのそこで、あ、これはやっぱぜひこれを使いたいなと、あのビデオではあの本当に最初に台本読んだ時からこれはビリだと思って、もうビリだと、だから、最初 あの打ち合わせの時にあのもう速攻の時にもうビリを使いたいと、めちゃくちゃ早かったですもんね、早かったですね、最初の時に、うん、今回島田君ビリホリデーで行くから、うん、すげえもう決まってんだ、うん、それ曲から照明のイメージとかもやっぱ違いますか、これ井出さんの選曲がそうじゃなかったらまた多分曲照明も変わってくるってことですよね、変わる変わる変わる、うん、あの曲だからこの照明の、うん、その消え方、今回かなりじわだよね、今回じわです、かなりじわだよね、今回はそうですね、やっぱりそっちに引っ張られる部分と、うん、あとね、劇中基本的に曲が別にないじゃないですか、はい、そうやっぱりすごく立ってくるから、うん、ただのあのね、転換つなぎのブリッジの音楽ではないっていう、はいはい、そうですね、一つこれも作品の一部っていう扱いだと、だからそのあの本当に、ね、転換が、はい、あの20秒ぐらいで終わっちゃってるシーンもあったりするわけ、ああだけど、ね、実はもうとっくに急ランプついてるだけで20秒で終わっちゃったらちょっとこれじゃ、うん、なと思って、ね、わざとあえて、はい、まあまあ、一歩はいかないけど、まあね、あの50秒近くちょっとあの鳴らしていただいて、はい、あのまあ、それで十分そのね、あの、まあ、その曲も聴いてほしいと、うん、そうそう、うん、だからあの音楽もあのただのブリッジじゃなくて、うん、必要な、うん、その演出の効果ということでもって、うん、あのちょっと流してもらったなっていう、うん、それはどこのシーンだか全部結構ね、どこのシーンも、まあ、割と転換結構スムーズで、うん、すぐ急ランプがつくんですよ、ついちゃうんだけどね、一番こだわりのシーンはあそこじゃないですか、あのそれは言わなくていいですか、どこ6の6ってどこだっけ、あそこですよ、あのチップ君たちがあそこで前で、うん、
姫子のアパートの方に乗って、うんうん、姫子の歌声が聞こえてきて、うん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 、姫子の歌声が聞こえてきてあのつながりね、うん、そうね、あそこをね、俺もやりながらゾクゾクっとしたいなと思って。だから、ね、皆さんどこだか分かりますか？あの6番って言いまして、瀬川とあと小出部とあと東明が上を見て瀬川しか瀬川以外なんかみんな同じ気持ちですみたいな、ね、ディスってる。なんでディスってんだよ。ディスってないですけど、そこのシーンで姫子の歌を聴いてみんなが姫子の部屋を見上げて、そこから曲がチェンジするんですけど、そこの暗転のところがね、うん、早く着替えられちゃったりとかするので、うん、早すぎるんですよね。そこを、まあ、演出も井出さんも島田さんもね、かなり倍ぐらい、中期ってから倍ぐらいなの言っちゃってるんだけど、うん、まああれはもう全然いいなと思ってるし、あとやっぱり次のシーンのね、亡くなりましたという、はい、シーンの曲だの2曲に関しては、うん、まあ、全部なんだけど、全部その2曲とそれもう一つ、その最後のシーンのところのブリッジも、うん、あれは本来はね暗転で流そうと思ってた曲で、うんうん、ね、なんとなくバーカリの流れでもって、音が入って、で、あ、どうぞ、最初。いやいや、こういうの面白いじゃん。これお酒ないので、お酒ない、お酒持ってきますよ、お酒、お酒、なんかください。はい、完全にお酒がなくなりました。早いな、もう 2号空いたよ。2号、うん、いや、2号、あ、2号か、あ、いや、2号って、まあいいや。もっとだよ。もっとか、うん、何、7、じゃあ、7、なんだっけ、今あ、そうそう、だけど、まあこれは理屈になっちゃうかもしれないけど、よく考えてみたら、これはもう俺はほら普通はみんなあのシーンの、音楽だと思うから、ちょっと明るめのあの曲はあれとか思うかもしれないけど、うん、あれは姫子の気持ちだと、うんうん、姫子の気持ちだから、あの曲はもう姫子のその時の気持ちを表しているということで、うん、無理やりじゃないんだけども、それでも全然 OK かなと思って、うん、あれはこれ姫子の明るい気持ちで、明るくいったという、うん、あの気持ちでもって、そのあれはまあ自分の中で OK だなと思って、うん、なるほど。で、ゲーを追い込みのところで、冷えてないんで、冷えてなくてもいいですか？はい、全然大丈夫です。もうこうなったらどうでもいいんだ。やけくそみたいになってる。はい、だから、まだありますか、ね、だから島田君がそういうふうに正面が言ったから、いや俺もじゃあ、ね、ちょっと高いところがいかないで低いところがこうじわっといこうかなと思って、あれはだから本当にね、うん、島田君と俺のね、なんだろう、コンビはね、結構いいんですよ、うん、いい、知ってますよ、知ってますよ、だからお互いね、ちょっとこうね、なんかね、いろいろね、いろいろやってるんですよ、若干のこう、そう、やりながらの探り合いみたいな、まあね、これ、そういうこうスタッフさんの攻防戦だったりとか、まあこの呼吸とか、もちろん照明と音響のね、呼吸ってものすごい大事ですよね、うん、まあこんな話も多分なかなか一般のお客さんって分かんないところだと思うんですよ、うん、もちろん僕らとかはそれを感じながらやってたりとか、まあ井出さんとこういう話するのも、島田さんとこういう話、照明だったり音響の話するのは、まあ普段はありますけど、うん、今回の芝居ではまだなかったじゃないですか、うん、お酒の席ではなかなかこうお客さんが、まあそうですね、まあ打ち上げで普段うん、こんな話を、ああ、うん、そうですね、僕はね、みたいな話をするところですけど、うんうん、こんな話をこう一般のお客さんに向けてね、うん、こうしていただいて、次回またこのお二人に、照明島田さんと音響の井出さんにコスプロ本田劇場でですね、やりますね。その時は照明と音響の方ももっともっとこう、楽しめるんじゃないかと思います。まとめに入ってきたね。お、いい、うまい、うまい、まとめ、まとめない、まだ行きますか。いや、時間があるじゃん。時間あります、ね、時間もあるからね。皆さん最後に文句ありますよね。あそこのドアのところが、うん、音が全然きっかけわかんないっつってね。あのね、まあそれはね、だんだんもう勘でやってる。勘でやってる。結構見えないんだよ。全然見えない。まず見えないんだよ。だからガタッてやってくれるとそれはそれで間になってわかるんだけど、はい、まああとはだから本当に
凝視してないと、ほっとくか空いたのがわからないんだよね、うんうん、もうあのね、このぐらいしかわかんない、このぐらい数センチしかわかんないんだよ、あの確かにそこから見てると、そう、あそこの、うん、こっち側に、あ、まずあの、はい、ドアノブが見えないから、ドアノブ見えない、ドアノブのこっちから見えないからね、そう、ドア開けで、ドア開けたきっかけで、うん、外からのこう雑踏だったりとか音が入り込んでくるんですけど、なんせドアが井出さんのその音響の、ブースから見えないもんで、井出さんが勘で入れてるんですよね、音が、まあ、勘っていうかね、まあ、まあ、さすが経験値が高いここでそんなこと褒めてもらってもしょうがないということでですね、本当来年の1月、下北沢本田劇場でゴスプロ第3回公演、実はタイトルはもう決まってるんですが、まだそれは公表せずということで、そちらのタイトルももちろんあの素敵なタイトルになってますんで、そちらの、来年1月本田劇場ゴスプロ第3回公演、皆様楽しみにしていてください、その時には照明の島田さん、それから音響の井出さん、またやっていただきますので、より一層これを見ていただくと、照明音響の楽しさが分かるんじゃないかな、分かったのかな、分かったということで、この場締めさせていただきたいと思います。それでは、音響の井出さん、それから、照明の島さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。明日千秋楽。うん。いいや。今のでカットだと思ってるんですよ。まあいいんじゃないですか。